レホテル。はい、どうも、夏です。今日もお願いします。さあ本日はですね、第4章の続き、前回ですね、トールさんの素顔が、発覚しました。発覚まあね、あの素顔をね、見ることができました。今回ね、京子さんいけると思うんですけど、ちょっとね自信ないななんかね、展開がねだんだん早くなってってるんですよね。前回、前々回ぐらいからから。はい、今回ね頑張って京子さんの素顔まで迫りたいと思います。はい、それでは進めていきます。今日もお願いします。はい、いきなり大外ですね。塚原さんはこの部屋のカップルについて結論が出ているのかい？漠然とですが、トールさんがどこまで記憶を取り戻しているかが鍵ですね。あ、そういえば前回はなんかルービックキューブを大外さんにね解いてもらって、でなんか誤解していたのが解けたみたいなこと言ってましたよね。ただ何が誤解してたのかっていうのがちょっと今のところ私もねよく分かってないんですよ。はい、あ、ちなみにですけど、BGM とか SE、あとボイスの方ですね、大きすぎるようでしたらまたコメントの方で教えてください。あとですね、すいません、ちょっと私ね、今時期ですね、花粉にやられておりまして、ちょっとね、鼻声気味なんですけど、もしね、聞き取りづらかったら申し訳ないです。はい、私と大外さんは、2人揃ってカップルの客室の前に立った。それじゃあ、お手並み拝見といこうか。邪魔しないでくださいよ。もちろん。いやー、なんか邪魔しそうなんだよな。なんか興味本位で手助けしてくれるけど、あんまりいいこと考えてなさそうなんだよな。場を引っかき回すの好きそう、この男は。カンカンカン。扉をノックする。トール様、京子様、少しよろしいでしょうか。え？これなんだっけ？女給さん助けて！トールさんが、トールさんが！え？これな、え？なんかあったっけ？私と大外さんは顔を見合わせる。そして急いでスペアキーを使ってカップルの客室へ飛び込んだ。え？なんか問題発生してたっけ？いかがされました？え？え？でもなんかこんなシーンあった気がする。客室に飛び込むと異様な光景を目の当たりにした。来るな。トールさんがバルコニーの手すりの上で四つん這いになっている。砂渡りしてる豚みたいだなって、まあ、確かにそうなんだけどさ、この絵はやばいな。大外さんの後ろにいるトールさんがひょっこりはんしてるのがめっちゃ面白い。何がどうなってるんですか？トールさんが、京子ちゃんが別れるって言うなら死んでやる。いや、タッチ悪いな、こいつも。何言ってるんですか？めんどくさい男だな。確かに、こんなことされたらめんどくさいな。言っただろう？京子ちゃんのいない人生に意味なんかない。もう終わった。早すぎない？え、京子の素顔行く、これ。京子ちゃんが別れるって言うなら死んでやる。何言ってるんですか？あ、ここ一緒か。めんどくさい男だな。言っただろ、京子ちゃんのいない人生に意味なんかない。本来ならここは2階である。2階から落ちても打ちどころが悪くない限り骨折程度で済みそうだ。まあその2階の高さもな、まあマンションどうなんだろう。私がね今いるこの部屋もね、実は2階の位置にはあるんですけど、まあ確かにうまくね着地すればちょっと痛めるかな程度の高さかな。けれどこの客室の窓の外は海そのものである。
バルコニーの下ってどうなってます？崖よ、断崖絶壁。ああ、それは助からんわ。落ちたら即死だろうね。落ち着いてください、トール様。京子様はあなたと別れたりしません。そうよ、私はトールさんと別れたりなんかしないわ。ほ、本当に？ですからゆっくりこっちに戻ってきてください。足元気をつけて。うん、高校生に悟られんなよ。トールさんはそろそろとした足取りでバルコニーに足を下ろし部屋に戻ってくる。ああ、びっくりした。今もう次のチケット行くかと思った。京子ちゃん、僕と別れないって本当？ええ、もちろんよ。トールさんは私の運命の人だもの。浮気されてもよそで子供を作っても構わない。あなたを愛しているの。京子ちゃん二人はひしっと抱き合い、ブチューと深く長いキスをした。仮面なのにどうやってするの？京子さんの顔は仮面なのだが、不幸中の幸いだ。これが生身の人間同士だったらディープキスだったに違いない。嫌だわ、他人のディープキス見るのは嫌だわ。ちょっと待った、猫ちゃん目が死んでる。ダメだよそんな目しちゃ。塚原さん、この光景から解放されたくないかい？されたいですね。いや、猫ちゃん、いつもの可愛い顔に戻って。早めに本当のことを教えてあげた方がいいと思うな。ごもっとも。ああ、よかった、戻った。トール様、京子様。私が声をかけると二人はキスをやめてこちらを見る。私はお二人に謝らなければいけないことがございます。え、これどういう勘違いなんだろう。え、何の話？トール様は浮気なんてしていません。ここで、結末はどういう結末なのかは分かるんだけど、どういう勘違いだっけ。早い、もうあと2枚しかないじゃん。京子行くか。これトール様は浮気なんてしていません。私の言葉にトールさんと京子さんは呆に取られた顔をする。浮気していない？本当に？はい。どういうことよ、あなたが浮気してるって言ったんじゃない。間違いでした、すみません。すみませんで済む問題じゃないよこれ。じゃあ指輪は？どうして指輪の跡があるの？それは京子様とのペアリングの跡だと思います。ほらやっぱり最初からそう言ってるじゃないか。そうだよ、僕はずっと京子ちゃんとのペアリングをつけていたんだ。この京子は、ペアリングをつけてた京子はどっちの京子？私とのペアリングだったらどうして外しているの？あれ、どうしてだろう。そうだね。あら、ここは大外が説明するんだね。それは僕から説明します。私が何かを言う前に大外さんが軽く挙手をする。これは推測にすぎませんが、このホテルに来る宿泊客はみんな古めかしい格好をしていますよね。確かに私も妙なワンピースを着ていました。古い感じの。この服装は少なからずモットーの世界でのいでたちが反映されていると思います。大外さん、普段そんな格好してるんですか？いや、こんな露骨にトラッとってどんなんだっけ。トラッとを意識した格好はしていないよ。トラッとってなんだ。でも身なりが整っているだろう。はい、大外さんの服装は男性の服装や小物の良し悪しがわからない私から見ても高そうだとは思う。ところがトールさんの服装を見てごらん。なんかちょっとなんて言うんだろう、海外の結婚式で新郎が着てそうな、ちょっと晴れやかな感じの格好ではあるよ。あ、ヨレヨレなんだこれ。
ヨレヨレで随分と年季が入った服装だ。これは何を意味していると思う？僕とトールさんの違いは？何でしょう？清潔感？清潔感違う、ステータスだよ。ステータス？僕は金持ちなんだよ、塚原さん。それがここでの服装に反映されているんだ。まあ両親がね、医者だから、まあ裕福な家ではありそうだよね。うわ、自分で言いますかね。事実を言って何が悪い？私がここに来た時の服装はどうだったか思い返してみると、確かに高そうでも安そうでもなかったような気がする。いわゆる中流家庭の子供だからだろうか。早いよ、あと1枚しかないじゃん。え、今日子行く？これ、あ、探索とか尋問ないから早いんだ。え、待って、体感でまだ10分ぐらいしかやってないんだけど、今回ちょっと早すぎない？つまりトールさんのいでたちからして、彼は決して裕福ではない。まあ、しかし靴、時計、どれを見ても高価なものではないが、物持ちが非常にいい。ああ、器用貧乏的な感じ。さらに指輪の跡がかなりくっきりとしていることから、頻繁に外している気配はない。そして京子さん一筋だという言葉を信じれば、おのずと指輪をしていない理由は3つ。3つもある？え、3つもある？京子、この仮面つけてる京子が外したとかじゃないよね。ペアリングをなくしたか、クリーニングに出したか、リフォームに出しているか。え、指輪のリフォームって何？形を変えるとかってこと？あ、でもなんか思い当たる節がありそう。おそらく結婚指輪に、あ、そういうことね。おそらく結婚指輪にリフォームしようとしているんじゃないですか。結婚指輪にリフォームなんてするんですか。最近は多い。みんながみんな新しい指輪を買えるほど金持ちじゃないんだよ。へえ。まあそうだよな、せっかくつけてるペアリングをそのまま婚約指輪に変える方がなんか思い入れは深そうですけどね。京子ちゃんが言ったんだ。トールさんがぽつりとつぶやく。京子ちゃんが付き合った頃からはめていたペアリングをそのまま結婚指輪にしようって。そうだよね、京子ちゃん。え、うん。なんかこの反応怪しいな。身に覚えがないみたい。京子さんは曖昧にうなずいた。思い出せていないらしい。でもおかしいですよね。何がですか？トールさんは顔や名前を忘れても指輪の跡はくっきりと残っていたのに、京子さんの指には何の跡も見られない。この差は何なんでしょうね。ああ、何が言いたいの？ああ、もうこの辺からね。まあもう気づいてる人は気づいてますよね。私もなんかちょいちょい答えらしきことは言ってるんだけど。京子さんは大外さんを睨む。しかし大外さんは一向に気にしていない。ああ、安心してください。僕が言いたいことは全部塚原さんが言ってくれます。うえー、急にぶん投げないでくださいよ。丸投げじゃん。誤解を招いた責任は取ったよ。あとは君の仕事じゃないか。マジか。引っかき、まあ引っかき回したわけじゃないけど、ここで丸投げされたら難しいな。私はポリポリと頭をかいた。それじゃあ、あのトールさんが浮気をしていないという証明を続けていきたいと思います。待って、これ京子いかんな。しかも時間早いどさ。もう動揺しすぎて喋れてない。時間が早い。まだ多分15分ぐらいしか
やってない？はい、ちょっともうこれで最後なんですけど、どこまで行くかな。そうよ、まだよ。あ、待って、尋問パートのあれが出てる。マジか、尋問ここで来る。京子さんが叫んだ。やだやだ、ここで尋問やだ。まだトールさんが浮気をしていないっていう証明にはなってないわ。赤ん坊のエコー写真と手帳はどう説明してくれるの。どう説明したものか、順序立てて説明したいところだな。やだ、尋問。私は警察官にはなれん。尋問マジで無理。エコー写真の説明は一旦置いておきましょう。はあ？順序立てる必要があるのよ。まずは手帳です。京子様の手帳ではデート、トール様の手帳にはこの日付の欄に同期とゴルフ旅行、私と付き合っていることを隠蔽するためでしょ。そんなはずは。そう、このスケジュールの食い違い、その理由は、なにスケジュールの食い違い理由、この中から。アリバイ工作、2人は会っていない、書き間違い。これ上2つって何が違う。アリバイ工作、まあ、一番下はないわ、書き間違いは。これはないとして、アリバイ工作、アリバイ工作にするんなら2人とも同じこと、あ、そうかそうか、そういうことか。アリバイ工作にしたら、トールさんが嘘ついてることになる。2人は会っていない。この2人は会っていない、まあちょっともうね、分かってる方多いと思うので言っちゃいますけど、このね、仮面の京子さんはこのトールさんの知っているペアリングを婚約指輪にしてね、結婚を約束している相手の京子さんとは、まあ、別人なんですよね。って考えると、やっぱ2人は会っていない。いや、まあ結構ごっそり減るんだけど、いやでもなんか一番上違う気がする。ちょっと真ん中行ってみますね、ごめんなさい違ってたら。2人は会っていない、2人はそもそも会っていないんですよ。な、じゃあ私は誰とデートしたっていうのよ。さあさあ、私がカッターを、これなんだ、すごめるとでいいのかな。おとなしかったトールさんが声を張り上げる。じゃあ京子ちゃんが浮気したっていうのか。そんなわけない、僕たちは社会人になって再会して、それで今までずっとお互いに一途に付き合ってきたんだ。そうよ、なんてこと言うの。じゃあ聞きますよ。張り上げた。あえて大声を出すと、わめき散らしていた2人はピタリと黙り込む。この部屋には2人にとって共通の思い出のものがありましたよね。思い出の、思い出のもの、それは思い出のもの。ちょっと待てよ、台本、これは一緒に演劇したってやつだよね。まあ、だから思い出っちゃ思い出。婚姻届、でもこれトールさん知らないから思い出になってない。望遠鏡も違う。このね、写真もね、トールさんが身に覚えないし、あ、っていうかトールさんこれ見たっけ。いや、この写真も違う気がする。で、メモ、このメモ、思い出の品ってほどじゃないよな。じゃあやっぱ台本、ちょっと台本いってみます。思い出っつったらもうこれだよな。突きつける。2
人にとっての共通の思い出、それはこのシンデレラ。うん、懐かしい。ああ、よかった、合ってた合ってた。高校の文化祭の出し物よ。私はこの舞台の本番でトールさんが運命の相手だと分かったの。そうだったのかい。本当の話よ、京子ちゃん。この顔、この顔ちょっと可愛いけど、やっぱ困ったパグみたいな顔してんだよ。トールさん、そこですよ。二人が再びキスをしそうなムードだったが、私の声が二人を遮る。そこがおかしいんです。嘘やん、ここで終わった。尋問パート続きじゃないのこれ。早い、ちょっと続きが気になるんだけど。いや、でも5枚使い切ったしな。多分次回で5枚使い切る間に京子さんの顔はわかるかな。ラストまで行くかどうかはちょっと微妙だな。はい、じゃあちょっとあえてこのめちゃくちゃ気になるところで終わろうと思います。あー、続きが気になるけど。はい、では戻りますね。いやー、気になるところで終わった。いやー、どうだったっけな、こっから。あのシンデレラからどうつながるんだっけ。ちょっともう覚えてないや。はい、では今回はね、ここまでとさせていただきます。次回ね、多分京子さんの素顔が分かって、で第4章のラストまで行くかなっていう感じかな。はい、そんな感じですね。またね、この第4章の結末気になった方はどうぞ最後までご覧ください。それではこの動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さらにツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローの方よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、いやー、どんな終わり方したっけな。いや、終わり方はわかる、どうつながっていくんだったかな。皆様最後までお楽しみに。バイバーイ。